まずは大分市城崎町にやってきました。城址公園のすぐ目の前です。こちらに6月にオープンしたばかりのカフェがあるんです。ムーンカフェ。入り口入ってすぐメニューボードを発見しました。ドリンクが充実しててデザートもあるみたいですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。スイーツ系のドリンクですか？そうですね、まあざとい感じのドリンクがたくさんあるのでインスタ映えになるかなと思います。ラムネとマシュマロのマシュクモラムネが人気です。マシュクモラムネまたこれネーミングもちょっとあざとい系ですか？そうですねなんて可愛らしい飲み物なんでしょうか？カップに貼り付けてるマシュマロが雲っぽくなるようにしてます。色も綺麗でまさに夏の空っていう感じですね。お味も爽やかですね。そして上にはマシュマロとアイスクリーム、バニラが冷たくてこれも美味しいです。気になるのがマシュマロですよね、結構ラムネと合いますね。割と合いますこちらのブリュレチーズケーキ、デザートでも一番人気になりますね。チーズ濃いですね。そうですね、とろっとした口当たりですね。滑らかで一つで満足感が出るようにどっしりと作ってます。上のキャラメリゼした部分がパリパリっとした食感になってて、このチーズケーキのとろっとした食感と違いがあってこれもいいですね。このチーズケーキに負けないくらい濃厚なのがオレオミルク。クッキーを細かく砕いてミルクとブレンド。チョコレートドリンクみたいに見える色はペースト状になったクッキーなんです。わあ、こちらもリッチな味わいですね。かなりとろっとしてますね。オレオ一杯で結構使ってるんですよね。なので太いストローにして飲んでもらってます。飲み応えというか食べ応えあるっていう感じですよねよかったら6日スタートでずっとやるので、ランチボックスの提供が始まるんですね。タコライスにチキン南蛮、結構バラエティ豊かですね。予約制になるので、前日夜12時までのインスタグラムの DM から受け付けるので、タコライスがおすすめですね。好きなスパイスとかも入れてるので熱くなるので、こういったスパイスが効いたタコライスはいいかもしれないですね、